次にお湯漬きの使い方です。最初に習った段階で足を引きつけながら前に出るということが習ったと思いますが、それでは中心線がぶれて、前に早く行きません。それには中心線をまずはぶらさないで前に行くことが大事です。次に引きつけです。内ももを使いながら引きつける力で前に進みます。それプラス、腰の回転と同時に、前足の曲げを今の段階では曲げてます。そして後ろの足が前に送り出すスタートと同時に前足は張っていきます。陸上選手がスタートダッシュで使う前足と後ろ足の交差の力で前に出るのと同じで、前屈立ちで追い継ぎを使う時も前足の力を使いながら、そして今は曲げてますけども今度は張っていきますと同時に後ろの足を前に送り出して前に進みます。そういう力の交差を使って前に入ります。で次に、追い継ぎを使うときに突きのスタートですが、あくまでも後ろの足とそして突きが同時に技を使うようにしてください。でそれでそういう感じをイメージに描きながら今度は追い継ぎを使ってください。